よし、続きやろう。とりあえず12時までにしようかな。全然関係ない。でも死ぬ人間が見える。またうなされてた。あ、でも姉ちゃんも見えおるって言った。あ、姉ちゃん関係ないのか。分からんけど。うん、だって汗びっしょりだったから。どういたしまして。よいしょ。ナルト旅館かナルトって書いてあるのか。そうに目を覚ますの。そうだよ、汗びっしょりだし苦しそうな声を上げてる。じゃ花子じゃん。こんにちは、お嬢ちゃん。こんにちは。結構腕とか日焼け止め塗ってるんやろうな。うちに行くの？ええ、ひとせちゃんに会いたいしね。それに親父にも会わないと。やれやれ、あの親父にお迎えが近いなんてね。ちょっと前は想像もつかなかったのに。
そうそう、お前には言っておくけどさ、親父と正妻の間には子供がいなかったじゃない。家の次の当主は私だってさ。面倒だな。何よ。適任がいないからね、お前も含めて。後でなの？兄ちゃん、お帰りなさい。うん、寝ていたよ。漫画に夢中か。ほんと、かわいいわね。
り。読んでいたの？うん。何冊くらい？10冊くらいかな。そんなに？それじゃあ疲れもするわね。はあ。え？どこって？だから、いろいろよ。いろいろな経験をしたいだけよ。その心がけのおかげで、最近とびっきりおかしな出来事に出会えたし。秘密、今はね。始まってる。二人とも、じゃあね。急いでんのに無駄なことで時間を使わせないでよ。大丈夫？痛くない？本気じゃないの？前シッパー叩いたらあかんって。場所がめっちゃ面白かった。ん？12話のやつ。どうして？別にそんなことないよ。襖が開いたらどうすんねん。見たいんだったら見てもいいよ。来ましたよ。え？熱？そうかな？
りない。疲れてなんかないよ。だから漫画だってまだまだ読めるよ。本当だよ。おはようございます。これは僕なのかな。大丈夫ですよ。ちゃんと火災警報器はラップで覆って煙に反応しないようにしましたから。方がいいでしょう。それで食べ物を探したんですが、ちょうどもろこしがあったんです。ええ、いいんですよ、そんな。あ、それは
目が覚めるときいつもうなされているそうじゃないですか。だから部屋を開けるのが心配だった。まあまあ、大きな声は出さないようにといつも言って聞かせてあるのに。それでは。ねえねえ、食べないの？もし食べないんだったら。わあ、僕の焼きもろこし。はあ。また言ってるやん。もうラグナルコオンラインやな。これ意味あるの？インとか2ぐらいある。違うんか、あれ。え、炎症が早くなるとか何やだから。人の顔？早急のファフナーとかってゲームなんかないんかな。感情？視線に？どんな感情なの？エロ漫画先生のゲームとかってないんかな。後で探してみるか。そう。
オレイモじゃないんか、あれ馬のか、オレイモもこれいいか。よお二人さん、千歳ちゃんが一番欲しがっていたものは買ってこれなかったんだけどね。ぬいぐるみなんだけど、そう、あれだって。いろいろと探し回ってみたんだけどね、どうにも売ってなかった。お嬢ちゃん、それどこで買ってきたの？え？これ？違う違う、ぬいぐるみの方。これは買ったんじゃないんだよ。だから売ってないと思うな。なんだ。だってさ。それじゃ仕方ないね。やって兄貴にこうできる。え、違う、俺や歌丸は兄貴にこうできてもらって、アルキミデスは友達にこうできてもらった。ちょっと今度休みの日押し入れなんか調べよう。多分まだあると思うけどな。ほこりかぶっとった。そうそう、あとこれも買ってきたんだ。ほら、これこ駄菓子屋を覗いた時にね、見つけたんだ。お兄ちゃん、これ何なの？下手。あ、じゃあお前下手。あ、お手玉って疲れる。じゃあ私は。できないんだね。お嬢ちゃんはでき、うん、貸して。もっと。いや。上手？花子じゃなくて過去でしょ。何？ん？いくつ買ったんだっけか。
兄ちゃんの。ちーちゃん、ちーちゃん心配だね。ここにちーちゃんはいないよ。いや、焼きもろこしないからね。肉とかが入っていないやつがいい。それでいいよ。二人前も食べるの？見えてないんか。そっかそっか。
やったら毎日でも毎日でも何かご用でも。そうですか。はい、何でしょう。いつくらい、いつからでしょう。そうです、ちょっと忘れてしまいました。ごめんなさい。予知とかって信じますか？説明はできないけれど、確かに感じるんです。ずっと待っていた人がもうすぐやってくるんです。どこにも確証なんてないんですけどね。だから予知です。そんないいものじゃありませんよ。間違いなんかじゃありませんよ。ともかく私は信じているんです。あの人が来てくれること。マジで。帰りなさい。僕もう寝るよ。おやすみなさい。